早速ゲストの方をご紹介しましょう。この方です。俺の男気を見せてやるぜ。わかるわかる、その言葉わかる。霧島エジ違うんだ霧島エジル役の正時です。ごめんね、ちょこちょこある。熱い2のキャラで俺の男気見せてやるぜって確かに台本で書いてあるけど、はい、ごめん霧島エイジロでやってほしい。ほんとだ、ごめんね。1個前のシャープ7の時にそう消し忘れたと思う。多分葵さんが霧島エイジロで熱い2のキャラをやったのかなって。そう、テレコになってないんだそこ。なんかそういうゲストゲストの壁を越えたこうなんかこう、いや、その時空は超えてないんだけど、これね、単純なミスだね。単純なミスなんですか。さっきからあって、実はね、先週もね、もうね、桑野くんって書いてあったり、そうなんです、青ちゃんだけどって思いながらやったけど、書いてありましたね。ここね、ぜひね、ナマスくんぜひね、大人の対応でね。いや、俺打ち合わせでスルーって言ったんだよ。あ、そうこれで正しいんだって思って。これね、誰も だって誰一人熱い強いじゃんみたいな反応がなかったから、実はごめん期待してた、はい、ごめん今欲しかった。ありがとうございます。だから言われて気づきました。うっそ、読めよ台本これいや一回やってくれるのかどっちだろうなみたいな感じで、俺の男気を見せてやるぜの霧島英二郎マサトシです。本物戻ってきた、本物霧島くん、はい、よろしくお願いします。違う、そこじゃないよ。こんにちは。違う、ケロケロ若干特徴は捉えてるけど、はい、Pのケロでいきますよ。